this is Nico. Thank you for watching my video. Long time no see. お久しぶりです。Nico です。今日はですね、ジャッジのプレイ動画を上げていきたいと思います。皆さんはジャッジとおそばマスク引きましたか？結構今回はね、みんなルフィを引いた後だったから、ガチャやめてるって人多いと思うんですけど、個人的にはね、かなりもう両方とも多分使ってて楽しい系のキャラクターになってるんじゃないかなって思います。正直ね、私もねジャッジがすごいお気に入りすぎてルフィにかけら使ったの若干後悔してるんですよね。ジャッジ100にしたかったな、個人的には。はい、っていうぐらいね、多分フランキー以来ぐらいなんかお気に入りのディフェンダーになりそうな予感がしています。ジャッジのキャラクターって人間味があって好きで、みんな僕のヒーローアカデミアって見てますか？マイヒーローアカデミアかな、外国のタイトルだと。あれに出てくるエンディバーがすごい好きで、なんかこうダメなお父さんがすごい好きなんですよ私。なんでね、ジャッジもね結構かなりお気に入りのキャラクターなんで、まあね、結構大事に育てていきたいなって思ってます。で、使うメダルについてはまだ私は考え中で、確定はしてないんですけど、まだ80レベルなんで、実際のそのメダルの最大出力みたいなのが発揮できてない状態での検証だったんで、まあ、何がいいかっていうのはまあ確定はしてないんですけど、今のところはやっぱクリティカルでの攻撃、スキル短縮のメダルの方が一番合ってるんじゃないかなって思ってます。ジャッジ用のメダルを作ってないので体力が全く触れてないんですけど、まあ、基本的には体力に全振りするのがおすすめです。80レベルで私体力全然振ってない状態のレイジュでも、もう全然戦えるので、その点もね、参考になるんじゃないかなって思います。100レベルになった時のねジャッジがどんな風になるのかがめちゃくちゃ興味ありますね。得意なキャラと苦手なキャラクターっていうのはもちろんあって、私の80レベルのジャッジの場合は、やっぱりねドフィーが結構きつい。あとはやっぱアタッカー全般もね結構きつくて、ジャッジってレイジュがいなくなった瞬間にかなり弱くなっちゃうんですよ。で、カムサリとか犬神グレンとか、あとヤマトのねフルチャージの雷鳴発見とかはレイジュがねワンパンで死んじゃうので、そういったスキルを相手が出したのを確認してからレイジュは使った方がいいみたいですね。多分結局ディフェンダーってゲッターからの旗を守るっていうのが一番の仕事だと思うので、今のね環境にいるおでんとかヤマトとかレイリーを旗から剥がすっていう仕事自体はかなりね優秀なキャラクターだと思うし、レイジュがいることで旗を2本同時に守れるっていうところがやっぱディフェンダー使っててかなりね、使い方的にはやっぱりカイドウが味方にいるときにその後ろの2つの旗を守るみたいな立ち回りができると結構強固に自分の陣営を守れるような感じになってると思います。はい、ということで、サポートはそんな特殊なサポートは組んでいなくて、麦わらと動物系と新世界を組んでます。最近アホのディフェンダーでね、グランドラインは別に振らなくていいんじゃないかなっていう気がしてるので、新世界を確実に入れて、おでんとかをキルできるような体制を整えたいなって感じですね。ペアではねルフィを使ってるんですけど、これはね完全に称号集めです。最近称号集めの人多いよね。みんなオーバーブーストしたいもんね。私もルフィを早くオーバーブーストしたいもん。はい、ということでゲームプレイぜひ見ていってください。よろしくお願いします。この子は戦争で進歩する。ねじ伏せろ。ピンクホーネット。
ブラスター、ねじ伏せろ。ピンクホーネット、ねじ伏せろ。ピンクホーネット、ミラゾネットの終焉だ。ミラゾネットの終焉だ。電磁カッテル、あまりの手を飛んだ邪魔だせよ。ねじ伏せろ。飛んだ邪魔だせよ。絶対にお前を返す。電磁カッテル、まだ無駄だぞ。そんな邪魔だけ、お前を倒せ。はい、レンジショット。僕はおでん。そんな邪魔だけ。ねじ伏せろ。ピンクホーネット、邪魔だ。やめ、電磁ショット、ブラスター。わからずやめ。そうせ、僕はおでん。君を守れ。ねじ伏せろ。電磁カッテ、ブラスター。わからずやめ。ねじ伏せ。このまま終わるんだ。邪魔しよう。死んでたまるか。私は甘いな。血が騒ぐな。ガラゴンケン、電磁カッテ、ブラスター。血が騒ぐな。ねじ伏せろ。ピンクホーネット、私は甘くないぞ。血が騒ぐな。んだ邪魔だせよ。んだ邪魔だせよ。電磁カッテ、ブラスター。血が騒ぐな。ねじ伏せろ。ピンクホーネット、私は甘くないか。これはどうか怖い。とんだ邪魔だせよ。バシラの狙った。電磁カッテ、ブ
ランサー電磁シャフト、この子は戦争で進歩する。進歩する。ねじ伏せろ。
邪魔だせよ。レンジシャフト。ねじ伏せ。これは何の間違いだ。いるぞ。一緒やるか。行くか。お得になればよし。ゲット。